田舎移住のウソホンと築150年の古民家を買っちゃった夏美です。あ、夏美止まってるのかな。あれ本人が止まってる。あ、本人が止まってたの今。本人が止まってる。はい、失礼しました。はい、でお昼からは、ブログをアップしたりとか、YouTube の関係の話をブログに書いたりとか、Facebook にアップしたりとか、あとは動画編集をしてアップしました。以上です。ありがとうございます。じゃあ皆さん来てますか。はい、行きますか。めっちゃ来てる。どこやってる。どこや。誰かこれか。山根さん。はい。はい、こんばんは、直仕事中で夏美さん、よろしくお願いします。お願いします。はい。おせー。反応おせー。渡辺さん、ツイッター、インスタ、投稿と動画編集です。あと夜は面談を行っていただきましょう。おーい、つって。ありがとうございました。しやかでいい。しやかでいい。渡辺でいい。渡辺でいい。すぐいい。渡辺さんだけだけどな、しやかです。そうそう。はい。会長さん、本日はツイッターをしながら息子くんの学校と病院、八百屋さんにお伺い、写真と動画を撮ってました。ああ、いいですね。お、とりあえず編集してみて、足りなければ、斉藤八百屋さんに行ってきます。民部署選定もしてきました。おはやがっさ。おはやがっさ。素晴らしい。八百屋さんかけるのといいね。焼き八百屋さんの情報発信をしましょう。はい、お、病院が2回遅刻してきたんですよ。また途中で送ったら。緊急事態宣言のせいで20時閉店、30分ほどで慌ただしい食事になってしまいました。それからやんばちゅー。ありがとうございます。ありがとうございます。いいですね。動画編集。ついに動画ですね。すげえな。どんどんいくな。うん。素晴らしい。これはね、ツイッターをやってなかったら絶対動画には行かなかったんですよ。絶対行かなかった。はい。階段になってるんですよ、ちょっと。民法人参加だけはツイッターもやってなかった。そう、そうです。そういうことです。民法人も毎日ずっと参加して、1ヶ月、2ヶ月になってから、ツイッターやってるのね。で、ツイッターもやって、500人、600人で超えてきたら、動画編集ってなってるね。そうです。知らない間に登ってるんですよ。はい。素晴らしい。すげえ、すげえ。こいつ。こいつです。はい、皆さん、今日はラジオ日本ツイッター、確定進行の準備、呼吸表、読書です。素晴らしい。素晴らしいね、みんな。みんなやってんな。ああ、やろ。はい、そうですね、確定進行全然触ってないな。確定進行の前に僕は今月決算なんで。ああ、そっか。融資も取りに行かれたんじゃ。融資はね、もらったばっかりだけど。はい。3社目ね、3社目の融資。はい、柳下さん、今日は仕事。仕事で相場にこの前買った本を読み進めたくらいです。いいですね。はい。帰宅プロ、夕食しながら飲み干しです。はい。遅い夕食ですね。読み進めたくらいって言わなくていいんですよ。読み進めましたね。そうですよ。進めました。そう、仕事で仕事の合間に本を読み進めたんだからすごいです。すごいですね。普通は、スマホでゲームですから。そうですよ。ほとんどいかない。はい。はい。電車に乗ってもゲーム。そう。そんなレベルです。そうですよ。そんなもんですよ。いいな。はい。そう。あれ、つむつむやってるんですよ。つむつむやってるんですよ。吉田さん、今日は仕事でした。お疲れ様です。はい、帰宅して積み上げ中に寝落ちしてしまいました。お、疲れてますね。資格対策の勉強、ツイッター投稿、リプコメント演習、ポイント活動、民法審査から積み上げをしました。素晴らしい。素晴らしい。やってる。はい。秋田さん、今日はずっと行けてなかった自分のために病院へ。お、MRI まで取ることになってしまう。待ち時間の間、もろもろの連絡やツイッターなど。お、いいですね。合間にツイッターとかやってるのがいいですね。あ、そう。つむつむじゃなかったよ。みんなもつむつむ。はい、あとは、巻き運びと子供の服のほつれ直し、これも勉強かなと見ましたです。いいですね。いいですね。学んでもね。学んで学んじゃうとって。動画販売の方は、そう8時から配信して、そうですね。あとに、ね、無事だけど、はい、お忙しいかもしれないけど。うん。すげえ、みんなすごいですね。はい、すごいですね。あ、そうか、2日目の動画はね、延長戦もありますから、この後。そう、延長戦も届くんですよ。10時45分ぐらいに届くと思います。はい。マジこの間延長戦。はい。それもね、学んでください。はい。大事なことばっかり喋ってます。見てないかも。はい。はい。菊池さん、Twitter、Facebook 投稿とワードプレスをいじって、自身のサイト作成続いて、そう。いいですね。素晴らしい。やってるね。やってますね、みんな。やってるね。はい。はい。ルミさん、今日は補助金の準備をするのもあまり進まず、YouTube のコメント、Facebook グループの記事一つ書いて、この後もう一つ書きます。やってるやけ。ねえ。はい。普通にやってます。いいですね。はい、小原さん、今日は寒川神社に参拝の後、美容室に行きましょう。おいいですね。美容院ね。美容院ですね。はい。うん、家に戻ってから、蜜蝋で作る蜜蝋ラップを作る。おぉ、ラップ。ああ、
健康にいいぞ。チケな。よよよ、チケなっちゃおう。待ってる待ってる。ジャミだジャミだ。ジャミだ。ブログ食べ。ブログ食べながら書いたところです。デビン無事。はい。すぐ発生させるんだから。はい、江崎さん、山形も温泉施設いっぱいあります。いいですね。この温泉街は好きだわ、僕。うんうんうん。はい、行ってなくて、妻ちゃんが言われてるんだよ。温泉行きたいんだけど。そうですね。でも、緊急事態が三重県も緊急なんとか宣言出たので。うんうんうん。あ、緊急なんか、雪の方がいるんですね。あ、そうですね。はい。お、これは、ラップ、サランラップの食品保存ですけど、繰り返し使えます。おー、そうなんだ。え、これ。ラップって言ったら繰り返し言うことだから。うん。いやいや、同じ陰を踏んでね。はい。よう、俺よう、みたいな。はい。そうですね。はい。そうですね。はい、一緒。お、レギューさん、今日は書道の課題を書いていました。今やっと書道の教室から帰って、あ、また書道の教室に行ったんですか。お疲れ様です。お、動画をご視聴、撮りました。スタンドがまだ届いてないのかな。はい。シギオさん、スリランカ人つながりで紹介があるんです。そして、カレーに。ここ一部し。ここ一部し。最高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 。ダツミが全然ついてきてる。もうすぐ晴れない。はい、コウさん、フィースブック固まって落ちてしまいました。なにお、わけさ、エコだし、私もいつのラップ使ってます。ノリがいいな。いいですね。これぞ。あ、ラップのノリがね。一緒に何言ってんだよな。どういうことやろ。お、お二人ともかっこいいです。何そのこと言うんですか。あざす。嬉しいね。はい。ありがとうございます。あ、嬉しいです。ありがとうございます。はい。はい、ということで。待ってるね、絶対に皆さん。はい、みんなすげえ頑張ってる。はい。すげえな。今日もめちゃくちゃ寒かったじゃないですか。はい。今、大寒だっけ、はい、昨日も大寒。今日は大寒。大寒。はい。なんか寒い日が一年で一年します、うん。そうですね。はい。富山も寒かったでしょ？寒いです。今日が一番寒かったみたいな。やっぱ今日が一番寒かったの？はい。だって僕朝まで釣りしてたけどめっちゃ寒かったの。もう死ぬよ。はい。インナー忘れててね、しかも。ね、インナー忘れて、うわ、寒いよと思って見たら防寒で忘れてて。わぁ。めちゃくちゃ寒かった。この間使って干してた。めちゃくちゃ寒い。もう、それでもね、頑張って釣りしました。うん。なんかおかしいけどな。うん。ただな、ね。あ、富山だっけ？なんか35年ぶりの雪がすごいって言ってた。あ、そうです、そうです。あれ、富山の富山、そうですね、富山が、ひどかったです。すごいじゃないですか。なんで雪かきもいっぱいしなきゃいけないし。雪かきいっぱいしますね。うん、はい。なんかイメージで朝から晩まで雪かきしてるイメージだ。朝から晩まで、あの、そうですね、古民家っていうか、その敷地が大きいと、あの、道路までの距離が長いので、そこも雪、はい、雪かきはしないといけなくて。道路はこう、除雪車が走ってるから、やってくれるけど、道路までは自分でやりたいってこと、はいはい、あ、そうです、そうです。じゃあ、道路まで自分の敷地が100メーターあったら、100メーターは雪かきしないみたいな。そうです、お屋敷だと、ババーンって。夏日とかちなみに何メーターぐらいある20、ん ?10、ん20メートルとかやばい。20メートルは長い。ね。5メーターぐらいですか。短い？もっとあるかな。短い。すごく短く、10メートルぐらい。あ、そう、車1台分ぐらい。車、車が2台、横、あ、はい、2台。2台もうちょっとあります。うん、2台半ぐらい。ああ、じゃあ10メーターぐらいですね。うん。でも、10メーターって言っても、高さ10メーターだけど、雪かきの10メーター長いよね、多分。うん、そうですね、ほんとに。なんか積もってたらどれくらい積もったの？何センチ？積もった時は、そう、積もる具合が、地面から積もるのと、天井から落ちてくる、あ、屋根から落ちてくるものがあるので、うん。私の腰ぐらいは積もったと思います。だから、1メートルないぐらい。1メーター？1メーターだったら僕漏れちゃうの。あら？基本は航空前進なんで。そう。だから基本も、はい、そういう、言ったら僕ら三重県だから、はい、だから朝起きて雪かきし以外ないじゃないですか。ああ、そうですね。それだけでも1時間や2時間絶対余分にかかるわけでしょ？
雪の降る地域に仕事行ったことあるんですけど、はいはい、あの道路からその鉄塔登ってるときね、鉄塔までが、はい、その市道だからそこは雪かきしなきゃ入っていけない。あ、はい、それが10メーター、20メーター、30メーターとか長いとこだったら1キロとかあるんですよ、はい、だからそれずっと雪かきしないと入っていけないんですよ。あ、そうですね。なんか 山とかで、あの鉄塔とか立ってると山は市道なので、ね、その除雪車入ってこないんじゃないですか。なるほど。雪かきしなきゃいけなくてスコップ積んでたんですよ。あ、だから大変さをよく知ってるので、はい、僕は絶対に雪降る地域には引っ越ししません僕には無理ですもう信じられない。でもそんなに毎日毎日ずっと雪が降ってたりずっと雪が積もったりとかはしてないんですね。いや絶対してるよ。いやそんなことはないですよ1メーター降るんですよ多分慣れてるかそういうだけでしょ。いや今回35年ぶりの大雪って言われたんですね。その35年ぶりにひどかったのは、あの一気に雪がたくさん降ってしまったので、雪をどけるスペースがなかったりとかしてしまって、はいはいはい、横に積み上げできない、ね、そうですね。でそれが追っつかなくて、あの、うん、大混乱になってしまったっていう形です、ね、うん、そういう意味での大雪っていうニュースが流れてたの。あ、そうですそうです。なのでその、3年前は長い間かかってたくさん雪が降ったんですけど、今回は短い短期決戦な感じで、あの短い間にドカッと降ったので、やんだのも早かったんです。集中豪雪みたいな感じね。そうですそうです。あ、なるほど。なんか高速道路とかやったら雪横に避けたら溶けて流れたりとかする設備ついてるじゃんね、暖房とか。ああ、はいはい。でも元々の頃街中とかでそういうのないから。ああ。出港が大きいだけ？と、南都市の場合は、あと除雪をするか、うん、もしくはお水が流れて街中は、はい、あの、それで融雪されるかどっちかですね。融雪っていうのかね。はい、あの雪を溶かすって書いて融雪です。うん、今インプットしました。次使います。そう、本当になんかあの雪がひどいっていう報道とか、あとあの YouTube でも雪がこんだけひどいんですよっていう、はいはいはい、動画がアップされていたので、そこしか、そうですね。私はあの本当に直後雪がある状態のところをまずアップしてしまったんですけど、あの、その後、次の日からは、もう普通に生活をしてました。それは雪だって雪はどこ行ったの？雪は、あの、雪を捨てる場所っていうのがあるみたいで。あ、そうなの？はい。なので、トラックで運んで行ったりとか。え、それは、市の仕事として役員が、市の職員がやってるの？そうですね。市に委託された業者さんが、ああ、除雪。なるほど。はい。なので、夏の間しか、その建設現場が動かないので、そう、はい、建設屋さんが冬の間は除雪の仕事をされています。重機持ってる、ダンプ持ってるし、はい、なるほどなるほど、うまくなってんな。そうですね、はい、勉強になりました。いえいえ地域ではないことなので分かんなかった。あ、そうですよね、雪国ならではのお仕事です。最後までご覧いただきましてありがとうございます。田舎移住の嘘本と夏民でした。